イタリア代表、日本に対して後半はサッカーを提案。言わずと知れたサッカー大国イタリアが日本に勝つために後半戦はサッカーをしようとジョーク交じりの提案をしていたことが分かった。めちゃ守り硬そう、大谷のフォワードみたい。マンチーニ、あとはワイラに任せろ、放課後の小学生男子みたいな展開やな。野球飽きたからサッカーやろうぜ的な。延長戦で和食対イタリアンはどうですか。野球は日本強いけどサッカーだと日本負ける可能性あるな。今のサッカー日本代表なら勝てそう。こういうジョーク好きけど、野球のイタリアチームもいいチームだと思ってます。サッカーで負けたらブラボーなんて思えなくなってしまう。前半までに野球で勝っててくれたら日本代表が頑張って0で抑えます。その前に頼むからイタリアはワールドカップの予選突破してくれ。